シュラマル。うふふふふふふふ。アキホさん、こんにちは。あら、ヤミコさん、こんにちは。今ね、ちょうど連絡しようと思っていたの。そんな時に連絡が来たからびっくりしてしまったわ。まあ、そうだったのね。やっぱり私たちって運命なんだわ。うふふふふふ。運命のお友達？素敵な響きだわ。学生時代を思い出してしまうわね。ということで、運命のお友達で親友マブダチソウルメイトの私にお金を貸してちょうだい。ひひ。あら、どうしたの？バイトをクビになったのよ。そういえば、たい焼き屋さんでバイトしていたのよね。私、たい焼きって初めて見たわ。お魚のたいを焼くんじゃないのね。でもあんこやカスタードクリームが入っていて甘くて大好きよ。私ね、いろいろあってしばらく寺で生活していたんだけど、お菓子とかそういうの出なかったの。だから久しぶりにシャバに出たら甘いものが食べたくなって、そのままバイト始めたのよね。クビになったけど。だからお金貸してちょうだい。てかちょうだい、今すぐプリーズ。それはごめんなさい、できないわ。あんた、呪われたいの？だって私、ヤミコさんのことが大好きなんだもの。は？時宮からきつく言われているのよ。お友達にお金を出してはいけないって。本当にお友達のことを思うならやめなさいって。私、ヤミコさんのことを本当に思っているから。眩しい。眩しくて、成仏しちゃう。お仕事のことで困っているなら相談して。きっと時宮がいい職場を紹介してくれるわ。それにほら、今度みんなで行く旅行もあるでしょ？招待旅行だから旅費はかからないけど、きっとお小遣いも必要になるわよね。あ、そういえば旅行があるっけ。仲良しのみんなで旅行に行く。わ、私こういうの初めてでとても緊張しているの。でもヤミコさんがいてくれたらきっと大丈夫よね。だってヤミコさんは優しいもの。え、は？大丈夫？私、今回も左側だよね。それはよくわからないけど、ヤミコさんとお友達になれて嬉しいの。ほら、私、引っ越してきたばかりで、なかなかママ友もできなくて、そんな時にヤミコさんが声をかけてきてくれてとっても嬉しかったのよ。でも私、一応ママだけど、子供の親権は元夫が持ってるのよ。ママ友ってわけじゃないけど。そんなの些細なことよ。私とヤミコさんはお友達。そんな素敵な事実があればそれでいいのよ。ね、ヤミコさん、食料品を扱うお店でのバイトとかどうかしら。はあ。私のお友達がね、ちょっと変わった調味料とかを揃えているスーパーを経営しているの。この間もね、珍しいお塩がたくさん入荷されていたのよ。塩はダメよ。こんにちは。私の名前はアキホ。のんびり子育てを楽しんでいるママです。ヤミコさんにはあの後いろいろバイトを勧めたのだけれど、働きたくないんですって。そしてお金ちょうだい、貸してよこせ、くれくれといろいろな連絡が来ます。ヤミコさんって語彙が豊富なのね。私の知らない言葉をたくさん知っていてすごいわ。まあ私が断っているので最近は少しご機嫌斜めみたいだけど、でもきっと分かってくれるわ。だって私たちは最高のお友達なんですもの。旅行当日が楽しみだわ。あれ、みんなどうして待ち合わせ場所にいないのかしら。ヤミコさん、ヤミコさん、今どこかしら。もう時間なのに誰も来ないから。グループラインにも投稿したんだけど。ああ、集合時間は3時間前に変わったのよ。まあそうだったの？私幹事なのに知らなかったわ。あなたはもう遅刻だから旅行には行けません。お金持ちのくせにケチるからだよ。今すぐ行くから大丈夫。え？そもそも私がチケット持っているのにどうやって行くの？それはタワマンさんに車出してもらうことにしたから。わかったわ。それじゃあ現地集合しましょうね。いやいや、もう遅刻だから間に合わないから。大丈夫大丈夫。はあ？なんであんた先に到着してるのよ。
時宮がプライベートジェットを手配してくれたのよ。プライベートジェット？お金持ちだと思ってたけど、いや、そんなレベルのお金持ちがなんで近くにいるのよ。てか時宮さんは何者なの？時宮は私の家族みたいなものよ。子供の頃から家族のお世話をしてくれているの。お父様の秘書をサポートしたり、毎日あちこちを動き回っているわ。それって執事ってやつじゃ。そうそう、執事って言われているわね。でも私はしっくりこないの。だって時宮は大切な家族なんだもの。スケールが違いすぎる。私はもうお部屋にいるから、ヤミコさんたちも早く受付済ませていらしてね。あ、そうそう、なんか時宮がヤミコさんにお話ししたいって言ってたの。ひぃ、絶対に怒られる、絶対に怒られる。あら、ヤミコさん、時宮に何かしたの？ダメよ、あの人怖いんだから。お父様も若い頃は叱られていたみたいよ。これってあれでしょ、漫画とかによく出てくる有能すぎる執事でしょ。なんか美味しいお塩を紹介したいって言ってたから、きっと大丈夫よ。いや、それ一番ダメなやつ。ヤミコさんたらおっちょこちょいなんだから。同じ旅行のメンバータワマンさんとアテクシさんには謝られてしまったわ。なんでも私が体調を崩して旅行はキャンセルになったと聞いていたみたいなの。もうヤミコさんたらどうして勘違いしちゃったのかしらね。でも旅行とっても楽しかったわ。それにね、ヤミコさんのおかげでとあるお話もまとまったの。本当にヤミコさんには感謝しなくちゃ。時宮がある意見を出してくれたし、頑張っちゃうわよ。助けて、成仏しちゃう。ヤミコさん、こんにちは。お仕事頑張ってくれているみたいで本当にありがとう。まさかヤミコさんが私の実家でメイドとして働き出すなんて。ヤミコさんとの距離が近づいた感じがして、私とっても嬉しいわ。お願いよ、助けて。この家、謎の超高い塀があって外に出られないのよ。それにメイド長はものすごく怖いし、やたらと塩をまいてるし。ああ、私のお父様って風水とかなんかそういうのが好きな人なのよね。だから玄関は薄めの塩水を使って拭き上げたりしているのよ。玄関には大きな水晶も置いてあるし、清らかな空間なのよね。やっぱり道理で玄関に行くとガタガタ体が震えてくると思ったわ。お願い、アキホさん、私ここを出たいの。お願いよ。そうね。いいえ、やっぱりここにいます。親友アキホさんの実家だもの。これからもお仕事頑張ります。あら、ほんと？嬉しい。いや違う。ごめんなさいね、私これから会食があるの。来月には一度実家に遊びに行くから、その時はゆっくりお話ししましょうね。それではごきげんよう。助けて。どうして。お嬢様を騙した罪は重い。しっかり働きなさい。だってお金持ちなのにお金貸してくれないんだもん。お嬢様はお優しいから、そこにつけ込んでくる人間がいるんですよ。だから常日頃からお嬢様には絶対にお金を出さないようにとお話ししているのでね。何よ、ケチ。でもこんな花よりハッピーシュラせんべいの世界みたいなお金持ちだなんて知らなかったんですよ。どう考えてもこの家やばいでしょ。日本の裏で政治経済動かしてそうなレベルでしょ。ほう、いい。あなたは改心するんですよ。改心？お嬢様はなぜかあなたのことをとても気に入っておられる。ですが、こんなたかり屋みたいなことをするあなたはお嬢様にはふさわしくない。ふさわしくなくていいです。もう関わりたくないです。だからお嬢様にふさわしい人間になってもらいますよ。いや、そこはもっと適した人間探してきてくださいよ。富裕層の人間関係というのも難しいものなのですよ。お嬢様を利用してビジネスに結びつけようとする狡猾な人間もいる。それに比べたらあなたなんて可愛いものですよ。まあ、それなりに教育は施しますけどね。教育って、
あなたのことはすべて調べさせていただきました。プロのたかり屋と呼ばれているご親族一同、自称パチプロの両親、そういったところからあなたを引き離して一流のメイドとして教育します。ご夫何ですか？ご夫が欲しいのですか？取り寄せましょうか？ひぃ、やめてください。まずは雑用からしっかり学ぶのです。給料も出るし、住み込みで美味しい食事も出るのですから、あなたにとっても悪い話ではないでしょう。それは確かにそうだけど、週に一度身を清めるため塩を入れた日本酒風呂にも入れますよ。それは成仏しちゃう。あれからヤミコさんとは連絡が取れないのだけれど、時宮が言うにはメイドになるために頑張りたいからと言ってくれているみたいです。ヤミコさんって努力家なのね。確か銀玉遊戯場にも朝一番から並んでいたから、やっぱり努力する人って素敵ね。それに私にもいいことがあったんです。旅行先で知らない外国人の方から素敵なプライベートジェットだねと声をかけられたのですが、この方がアメリカで大きな会社を経営している方で、父の会社と取引が決まったの。ヤミコさんのおかげで億単位の利益が出そうだわ。それにね、今回は父の知り合いからの招待旅行だったのだけど、そこでも新しいビジネスのお話が出たんです。もうヤミコさんって本当に素敵な人。幸運の女神様みたいな人ですよね。これからも親友でいてほしいわ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。